お、かっこいいな。買ったのか？うん、エネミー狩りしてたらドロップ GGO で剣ってなんか違和感あったけど。ああ、威力は大きいしかさばらないし、対人対エネミーどっちでも有効な武器だと思うよ。その割に使ってる人は少ないけどね。難しく思われてるのかな。一般的には剣より銃の方が強いと思われてるからな。ねえキリト、よかったらさ、この後デュエルしない？剣対剣の勝負か。確かに。だよね、僕もずっと。よし、やるか。 GGO にデュエルモードはないから普通に戦うだけになる。それでいいよ。うん、やっぱりいいな。新しい貢献だし、慣れるまで少し練習するか。練習？そんなの必要ないよ。真剣勝負してくれるっていう話だったよね。早速始めようよ。よし、手加減はしないぞ。もちろん、手加減なんかしたら僕。そこだ。うわ、しまった。ここまでだな。やっぱりキリトは強いな。剣筋がほとんど見えなかったよ。それにしては随分回避された気がするけどな。動きも良くなってきてたし。慣れてきたのかな。最初は剣が軽すぎてさ。確かに軽いよな、光剣は。使ってて頼りなく感じる時はある。 ALO に比べるとやっぱりそうだよね。ねえキリト、もう一戦やるか。そこだ！ひゃあ！やったー！キリトから一本取ったよ！やられたな。あんなコンビネーション見たことないぞ。剣が軽いってことは、それだけ速いコンビネーションもできるってことだからね。俺もちょっと動きが鈍ったかな。でも、今ので勘を取り戻したんじゃない？それじゃ、もう一戦！さすが勇気だな。もちろん受けて立つぜ。そうこなくちゃ。次が本当の勝負だね。はあ、負けた負けた。今回も紙一重だったけどな、勝敗も。もっと戦いたいけどさすがに疲れた。ああ、俺もだ。こんなに消耗した戦闘は久々だよ。ありがとうキリト、久しぶりに本気で剣を震えて。こっちこそお礼を言わないとな。剣でこんなに戦える相手は勇気しかいないよ。それって最高の褒め言葉だよ。じゃ、そろそろ帰るか。みんなもう来てるかもしれないぞ。うん、行きたいけどなんか疲れちゃった。なんだ、そんなに疲れたのか。だったら俺が背負。え、それってつまりおんぶ。へえ、いいよそんなこと。遠慮するなって。ここでログアウトするのは危ないし、安全なところまで戻った。それはそうだけど、でもおんぶなんて。気にするなって。俺には妹もいるし、最近でもユイをおんぶしたりして。妹とユイちゃん。ほら背中に乗って。うん、ちゃんと捕まってろよ。僕ってユイちゃんや妹さんと同じなんだね。うん、うん、別に。こんなところアスナに見られたら怒られそうだなって。まさか勇気をおんぶしたってアスナは怒らないよ。疲れた勇気を放っておく方が怒られるって。それもそっか。ねえキリト。うん、キリトの背中あったかいね。お兄ちゃんがいたらこんな感じなのかな。そうかもな。勇気がいいならいつでも兄貴になるぜ。うん、でもやっぱり他の人に見られると恥ずかしいかな。勇気がちゃんと歩けるなら拠点の直線で下ろしてやってもいいけど。そうだね、ありがとうキリト。どういたしまして。